パリオリンピック、五輪、レスリング、7日、日本時間8日、女子50キロ級、3位決定戦シャンドマルスアリーナパリイコール安部健吾、女子50キロ級の須崎優衣、25イコールキッズ、が銅メダルを獲得した。3位決定戦で奥さなり鉢、ウクライナ、を破った。第1ピリオド、キー、カラーッした。後ろ足を取り2点を先取すると、 その後もバックを取り、回して8対0で3分間を終える。さらに第 2P もすぐに背後を取って2点を追加。10対0のテクニカルフォール勝ちを収めた。絶対女王、と呼ばれた強さを3位決定戦で存分に見せつけた。この日は6日の1回戦で須崎を下して、決勝に進んでいたビネシュ、インド、が軽量失敗し失格となり、 繰り上がる形で、須崎が銅メダルのかかる3位決定戦を戦うことが決まった。当初は敗者復活戦から3位決定戦という流れだった。前日は動きに精裁を書いた。完全にもう負けていた試合だったと残り10秒で相手の圧力に屈して背後を取られての逆転負け。マットの上に立っていた時は現実なのかわかんなかったと頭を抱えた。関係者によると、 6月中旬の練習中に人体、人体、お損傷。ギプスで固定する生活が2週間ほど続いていた。パリ、ロサンゼルス、その先まで視野に4連覇を思い描いていた。何が足りなかったのか今はわからない。しっかり見つめ直して、またいつかオリンピックチャンピオンになる日を目指して戦いたい。あまりにも早い幕切れに言葉を絞り出し、 必死に気持ちを切り替えて迎えた同メダルマッチだった。